皆さんこんにちは、岡本志音です。バケーションを乗り切る英語塾第4回ですね。今回も海外旅行で使える英単語をご紹介していきます。 Lesson 4。 Take。 旅先で店員さんと話しているときに、これ買いたいって言いたいときありますよね。そんなときに使えるのが、取る、持っていく、時間がかかるという意味でおなじみの take です。例えばショッピングでのこんなシーン。これに決めたいとき、なんて言えばいいんだろう。 I want。 I'll take it。 I'll take it。 I'll take it。 Take は他にも旅行中に使える表現がたくさんあります。Is this seat taken? Is this seat taken? Can you take me to New York Hotel? Can you take me to New York Hotel? ちなみに、お店でお持ち帰りをしたいとき、日本では take out と言いがちですが、英語では通じないことが多いので、to go を使えるようにしておきましょう。Can I get a coffee to go?Can I get a coffee to go? Take は他にも、急がなくていいよの意味で、Take your time と言われることも多いので、覚えておきましょう。さて、いかがでしたか？バケーションを乗り切る英単語、ぜひ覚えてくださいね。See you next time.